ディープシードーイエーイドドドドパフパフ出来上がってますもうね、結構飲んでます。で、今日の飲み友達ありがとうございます、ゆうすけでございます。で、前もね、ディープシートークに出ていただいた、いや、まあ、トークセッション、あ、ごめんなさい、トークセッション、もうやってます、やってます。トークセッションと、あとスケボーも、あ、そうそう、スケボーも出てくれましたね。実はもう3回目だ。あ、確かに、ありがとう、ゆうすけ、ほんとに結構出てるねね、僕としてはね、めっちゃもうありがたいですよ。ね、いや、もちろんありがたいです。本当に、わざわざね、トークイチも来てくれて。いや、素敵な広島カープ3回優勝したみたいです。そう、このポスターはね、2枚しかないけども、2018年のもう1枚あるんですよ。3連覇してますから。また、小形監督。さっき知った。これ説明すると朝までかかっちゃうんで、とりあえず乾杯しますか。あ、じゃあもう一回乾杯。どうも、お疲れ様です。こちらは、はいはい、スイスのワインでございます。おこれね、ゆうすけが持ってきてくれたワインなんですよね。できたワインなんですけど、はいはい、あれ、うちの名前を完全にどう忘れしました。南の、スイスの南の方です。南側、はい、とすると、それうれのフランス寄り、フランス寄りですね。はいはいはい、フランス寄りのスイス、美味しいです。シャルドネですね。シャルドネ美味しいでございます。ありがとう、スイス、スイスの方これネクダがまだね、あ、ネクダが取り忘れました大丈夫大丈夫さあ、ゆうすけ、何を話していこうかっていう、何を話してる感じなんだ。結構もう話したけど、ね、結構話したかなりね、もうここに至るまで、今日何時行きましたっけ、7時ぐらいですか。7時半ぐらい、7時40分ぐらいにスタートして、うん、もう飯食って、飯食って今2時間ちょい、そうです、10時前ですちょっとぶっちゃけ、はいはい、ドイツ生活どう？ドイツ生活どう？どうすか、もうドイツは。生活、今2年ちょうど半かな、2年半経ちました。うん、早いもんで。どうすか、住んで。いやー、でもね、多分デュッセルだったので、もうドイツ生活が、うん、やっぱりデュッセルは住みやすいです。あ、非常に、もう本当この街はいいですね。うん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 。皆さんもドイツに暮らすって言ったら、最初デュッセル。あから行ったら相当スムーズに行けるんじゃないかなと思いますけれども、ただちょっと日本人も多いので、うんうん、日本人ドックになっちゃうし、あ、でもね、ちょっと感じていてのが、うん、これユースケに対してすごいリスペクトなんだけど、うんうん、ユースケの場合は、うん、その日系さんで働いてるじゃないですか。そうね。で、にもかかわらず、うん、その現地の方々とコミュニケーションを取ろうという意識が高いじゃない、はい、だからこれはすごくね、すごいことだと思ってるんですよ。そのこっちの傾向って、うん、その日系さんが結構多く見られるんだけども、うん、やっぱり日本人のコミュニティだけで終わってしまう方々って、うん、結構多く見られるんですよ、うん、で、日本にせっかく出てこっちに来て、うん、それで終わってしまったら、これ日本との関係と同じになってしまうので、確かに非常にもったいないな、まあ、確かにって思う。うん、イギリスの場合はそのイタリアの、ね、生活が長かったので、そうね、こうでもね、最初はやっぱりイタリア生活も、うん、最初の本当4年ぐらい、じゃあ2年かぐらいは結構日本人との付き合いが、あー、なるほど。その後イタリア人と付き合いが増える、うん、イタリア人と付き合いが増えると、今度違う国の人たちもとも付き合いが増える、うん、で、みたいな流れかな。多分そこで、そうね、多分例えば駐在とかで来てる人は2年3年で帰っちゃったりするので、うん、結局最初の2年3年ほとんど日本人としか付き合うのに、そのまま帰っちゃうっていう人、結構ね、多分年数で言うと3
2年から3年ぐらいが一つの区切り、うん、こうねシーズンもののね映画とかっていうとワンワンこうワンシーズンでその後2シーズン来て、はいはいはい、3シーズン来て、はいはいはい、2シーズンと3シーズンの間ぐらいがちょうどもう俺もうもっとヨーロッパいようかな帰ろうかなぐらいの狭間だから5年目6年目ぐらい、はいはい、自分の時はやっぱ5年目6年目まあ駐在で来てるんで自分では決められない、まあ、そうですよもうただやっぱり5年6年経つと、うん、ああもうそろそろ日本帰ろうかなとか、うん、自分の周りも含めてもうそろそろ帰ろうかなっていう症候群があーまあまあそれを超えると、もうはい、10年、15年みたいなぐらいの、そんな感じかな3週の2、3年、ね、そして5年、6年はい、じゃあそのあともう10年、うん、その3シーズンぐらいみたいな、はいはい、まあもう自分は今4シーズンぐらいですけどそうだよねヨーロッパ生活13年、13年でございます。4シーズンなんてもうね、そうだよね、永遠に終わらないドラマで考えてますけど、日本人は多分そこのコミュニケーションの、ね、言葉のなんかもできないあーパーフェクトに喋ろうとするあそう完璧主義のところだね完璧な主義とかあるのでそこはもう捨て去っていいよね、まあ、やっぱりそうなのもね昔はやっぱそれはねいやこれはね男性はあるんですよ本当にそれこれね男性はあるんですよ本当にもう後でカットしてお母さん最近親戚見るからお母さん最近親戚見るからマサ君のお母さんにもお会いしたいマサ君のお母さんと取得したいよお母さんうちのおかん同士取得おかんトークってすごいじゃんあのエンドレスじゃんエンドレスなんでだ今度うちらがこう喋っててそこでおかんがこうズームで入ってくるみたいな感じででもうちのおかんズームって何っていうあんまりですよね多分うちもそんなあんまとこはしたらいい多分それで1時間ぐらい終わる終わっちゃうよねいや聞きたいのは、うんうん、前ちょっと話した、うんうん、その日本の受け入れ体制、うん、あ海外からの受け入れ体制あ海外からこっち来た時のそうそうそう海外から、うん、そう日本に帰ったあ海外から日本に、うんうん、来た時の受け入れ体制なんだけど、まあ、ちょっと前話したりなんかいろいろそうね、うん、2週間前ぐらいだっけそう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 、うん、めっちゃ酔っ払ってね酔っ払ってカラオケ行ってカラオケ行ってね朝までそう次にクソ二日酔ったけどそうでしたそうでもその考え方自体そのすごく最近思ってるのが、うんはいはい、やっぱりこう、日本から受け入れ体制っていうのは、うん、やっぱ考えないといけないなっていうふうに思うんだよ、うん、そうね。で、なんで思ったかっていうと、うん、そもそもその受け入れ体制自体あまり考えてなくて、うん、海外に行くこと自体しか考えてなかったんだよ、うんあはい、で前コラボさせてもらった、うん、毎日の音大生のうん、京子さん、はいはいはい、っていう京子さんも YouTube チャンネルを持ってるんですけど、うん、京子さん元気、うん、どうも、うん、でその京子さんとコラボをした時に彼女まだ20代半ばなんだけども、うん、で言った言葉がね、うん、将来的に日本に帰って、うん、その日本の音楽に対しての受け入れ体制をうまくやっていきたいんですよ。でその中で何を やりたいかっていうと、うん、オーケストラをやりたいんですと、うん、で海外でうまくいかなかった人に向けて、うん、で日本に帰ってきて、うん、そういう人たちを集めて、はいはいはい、コンサートをやりたいですっていう、うん、あ素晴らしい素晴らしいと思って僕は40年生きてきて10代ですここまでね何を考えてきたんだろうっていう、うん、いやこれもそんなね20代の時そんな考えなかったでしょ、うん、めっちゃしっかりしててでもめっちゃ学ばされて、うん、そこから受け入れ体制に対してめっちゃ考えた、うん、でも今も考えてるっていう感じなんだけど
確かにそうだね、日本に海外来て、日本帰り、これから帰るってなった時にちょっとやっぱ不安だもんね。そうなんか、だから行けないっていう、それもあるよね、海外多いと思うもん、ね、そうね、そこはね、確かにね、うん、なんつうかね、こうかサラリーマンも一緒で、うん、やっぱり、うん、今こうサラリーマンとしてこっち来て、やっぱ日本帰るって言った時に、うん、やっぱ本当にね、どこ行くかも分かんないし、全然違うね、自分の経験に生かされないところに行く人も、うん、やっぱちょっとそこも日本日系企業とかも含めて、うん、なんかそこがちょっと何ていうんですかね、結構雑な扱いされたりとかしてっていう感じなので、うん、ちょっとやっぱ受け入れ体制はそうね、うん、ちゃんとしてた方が、そうだよね、海外の受け入れに行くっていう意味ではそこは大事なところにはあるのかな、うん、そうだよね、循環できたらいいよね、まあちょっとこの時期は日本とりあえず行ってみて、ダメだったらまた日本戻って、あ、そう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 、うん、1年、2年をしたら、うん、もう一回ちょっとチャレンジしてみよう、うん、もう本当に気軽にっていうような雰囲気になれば、うん、なんかね、日本ってこう一旦海外に出て、なんかもうそれが空白の時間みたいになっちゃって、そう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 、戻ってきたらそれがなんかマイナスみたいに、ね、みたいでもこれプラスにしないと、ね、やっぱいけないと思うんだよね、うん、それはなんか日本の例えば企業も採用したりして採用するときに、うん、そこマイナスじゃないでしょう、うん、やっぱね、日本出ていろいろ大変なことをして、うん、まあもちろんね、そこで何か残してたらもっといいんだろうけど、うん、それで仮にダメでも一旦飛び出てなんかチャレンジしようと したというその気概はね、ある程度そうね、組んだ上で、うん、そうやりたいと、いや本当にそうだと思う、安心して帰れるところがあるっていうのは、うん、やっぱりメンタル的にすごくプラスに働くし、そう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 、大丈夫、ここテロップテロップ今年の流行大丈夫お母さん伝承力、やっぱりいいこと言います日本人は伝承力ですそう、仕事面で、そう経済面で、例えばその自動車だと、うん、今後その電気の方に走ったりとか、はいはい、自動運転に走ったりとか、うん、っていうのがあるじゃないですか、うん、でこっちに来て、うん、そういうエネルギー再生とかさ、あ、そういうのって結構こっちで最先端行ってるじゃないですか、そうね、うん、でそれをちょっと日本と組み合わせて、うん、こっちはこういうのが強いし、こういうのが生き残るんじゃない、うん、日本はこういうのが強いし、こういうのが生き残って、うん、でなおかつ、うん、そのヨーロッパを見習ってやった方がいいんじゃないとかっていう、うん、あ、そうそう、なんか、なんかそういうのある、あ、そうね、でもなんかドイツは日本とこう産業的な部分はちょっと近い部分もあるので、ね、ものづくりっていうところでいうと、うん、ドイツも日本もね、うん、自動車っていうのもね、うん、まあ、自分の働いている業界にもそうだけど、そうですね、そういう工場に使われるようなところはね、うん、まあそこはヨーロッパはやっぱ強いかな、特にドイツは、うん、ところはあるので、そうだよね、スイスも強いよね、スイスもそうだね、作れないし強いしね、うん、まあ、医療、あとは医療、医療関係ね、医療関係、うん、あとはそうね、こっちならではで、ね、強いとか、まあイタリアとかだとファッションとかね、実際その革ってイタリア有名じゃない、うん、そういう産業で強い、まあやっぱりイタリアはそれなりにね、まだそういうのを強いところがあるので、そこはやっぱりイタリアフランスの地面とかそういうのもあるし、だからまあそうね、ヨーロッパはそういった意味では今日本の強い
強みとしてること、あと食もそうだよね。ああ、そうですね。そしてやっぱりイタリア、フランスとか、スペインも含めて、もうあるので、結構やっぱり日本人にとってヨーロッパって身近っていうかね、うん、その自分が携わってる業界にとっては行きやすいんじゃないかなと思うし、強みになってくるかなとは。これはすごい。ユースケの母さん、今度飲みましょうね。まさきの大ファンですから、ね、いや、そんなこと最近の再生回数のうちの親戚です。どうも、間違いないです。びっくりしました、私。私びっくりしました。ほぼもう今日はこの辺で、今日はどうかなと、ね、まだ平日なんで、はい、で結構呼ばれてます。もうね、2、3時間くらいそう、飲んでますからね。今日もうそろそろね、この辺で終わりたいなというふうに思うので、はい、ゆうすけ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ではまた皆さん次回。また。チャオチャオ。ゆうすけ、一つゲームしません？ゲーム、はい、ゲーム怖いな、なんか。心理ゲーム的な。ゲームいいっすか？いや、いいっす、全然。ゆうすけ、イタリア語ペラペラじゃない？はい、はい、はい、はい。で、うん、僕が今から言う言葉に対して全部イタリア語に変換。おお。クイズというか、なんかこうチャレンジ企画的な、ね。そう、チャレンジ企画的なので、わかりました。行きましょうか。いいっすか。じゃあ早速行きますよ。はい。急に何どうしたみたいな。ちょっともうね、お酒回ってきちゃってこんな感じになっちゃってですけども、じゃあゆうすけ、まず一つ目、うん、元気ですか？コメスタイ。おお、コメスタイ。僕は元気ですよ。ちょっとベーネ。ちょっとベーネ。かっこいいね。イタリア語講座。NHK イタリア語講座みたいな。My name is ユースケ。ジミキャムユースケ。もっとこういろいろ。How long have you been in Germany? Yes.Sì, adesso abito in Germania 2 anni e mezzo. わ、何、今2年半いたってこと？いや、いました。うわ、かっこいいね。あ、ね、今いましたじゃない、ね、今も住んでるんで。abito da 2 anni e mezzo。 あ、うん、そう、過去形と現在形で違うってことですね。いや、お母さん、こんだけイタリア語話せます。ユースケはほんまにすごい、尊敬しかないです。ね、次はちょっとドイツ語で、ね、できるように頑張ります。いやいや、まあそれはもうね、僕も今トライ中ですけども。はい、そうです、ね。How do you like Japan? How do you like Japan? あ、イタリア語で。イタリア語で。どれだけ日本が好きかと。そう。ということですね。そう。シミイオアムジャポーネモルティスモ。プルケシマンジョベーネ。エポイシトゥトゥトゥフンチョナルベーネ。もっとその分と分とあり、別にプーリシスの分と分とあり、かっこいい。あの、ジャポーネ。だろ、アンケ、イタリア、よ、アムイタリア。なんて言ったの？なんて言ったの、ユースケ。いや、日本も大好きだよと。うん。全部、ご飯も美味しいし。うん。ああ。すごい、何でもかんでもちゃんと、こう、機能するし。っていう。だけど、イタリアももっと好き、イタリアも好きだよ。はぁー、なるほど、めっちゃかっこいい。やっばじゃあ最後に、ユースケ。はい。I love you. なんでそれアモーレ、アモーレ。アモーレ。長友じゃねえんだから。ティアーモ、ティアーモ。